はいはい、皆様こんばんは、小田誠です。皆様本日はいかがお過ごしでしたでしょうか。というわけでですね、本日こちらをですね、見ていきたいんですけど、これね、ジェイク・イリーのモデルが右にありますけどもね、私ですね、都心アバシギターズからですね、アバシギターズから4本動画ですね、あの時、熱があってですね、今見ても、もう見てるものと話してること違うし、なんかもう、コリア製やのにインドネシア製ってずっと言ってるし、なんかね、もう本当にね、そういう時もあるんですよ、でもね、やっぱりね。体調って結構ね、大事だなって、皆さんもですね、体調にはですね、お気をつけてください。というわけでですね、本日こちらですね、僕のですね、シュノーケラーということでですね、こちらを見ていきたいと思うんですけれども、こちらはですね、まあ、過去にモデファイで、マーシャルの800のモデファイで売ってたのかな？私も全然知らないんですけれども、それがですね、まあ、今回正式にこういう感じで、ちゃんと発売されるようになりましたということでですね、まあ、気にはなりますよね。私もですね、気にはなるんですけれども、ちょっとね、先に言わせていただきますとですね、僕ならですね、私も好きで、ウーバーシャル2台持ってるんですよ、今。1台ちょっとお尻入ってるんですけど、あと、エクスタシークラシックも持ってるんですよ。ちょっとお尻入ってるんですけど、場所、邪魔で、邪魔じゃないですか、邪魔なのと、あとね、床が抜けれそうで怖いなっていう3台ぐらい積んであると、ね、もう、それすごい重さになっちゃいますし、で、キャビンもありますし、って考えると、なんか、ね、邪魔ですし、あと猫にね、とがれんすよ、このトーレックスの部分がですね、研ぎ心地がいいのかね、とがれるのでちょっとね、お尻にしまってあるんですけれども、最近気づいたんですけれども、ボグナーってちょっと ダークですよね、音が。ね、もうちょっとハイテンションな音が欲しいときって、結構、むずいですね。ねって最近思ってですね。だからやっぱりまあ、マーシャルと EVH はやっぱりその点ね、ちゃんとこうギタリストに求められているもの、他の楽器からしてもギタリストに求められているものとかを、そういうのも考えられて、るんだなってですね、なんか最近思いましたね。ギタリストが好きな音っていうのは多分僕なとかの方が好きだと思うんですけれども、周りが好きな音っていうのは多分僕なじゃないのかなってですね、最近思ってくるようになりました。というわけでですね、そんな中でちょっとですね、僕なを見ていきたいと思うんですけれどもね、まあこれ 50W ですよね、シュノーケルの50ということでですね、まあシュノーケラーっていうんですかね、わかんないですけれどもね、これね、ラインハルト・ボグナーのですね、なんかこう歴史が載ってるんですけれども、僕なはですね、なんでしょうね。まあ、父親が、なんかね、初めから読んでいきましょうか。プレイする音楽ジャンル、スタイルを問わず、そのポテンシャルと存在感をひときわ発揮する、ブティックアンプの代名詞、ボグナーアンプリファクション。ドイツで誕生したラインハルト・ボグナーは、10代初めの頃に、ロックに目覚め、ギターを購入します。しかし、ギターアンプを購入するお金がなく、これアホですね。いや、まあ、アホなんですけど、まあ、でもギター全振りっていうのもですね、いいと思いますね。ギター全振りで、アンプね、っていうのもいいと思います。アンプなんかもうね、そのうちでいいでしょう、みたいな感じでですね、いいと思います。でですね、そこで、当時サウンドエンジニアで、真空管ラジオのコレクターであった父が所有するパーツを使用し、独学でギターアンプを作り始め、これ天才じゃないですかね。こんな天才がですよ、ギターアンプ購入するお金がなかったっつってね、ギター買って。いや、もうそんなことないでしょっていうですね。だぶっ飛んでんでしょうね。ね、もう今流行りのね、なんとかっていうやつかもしれないですね。で、その過程の中でですね、技術やノウハウを習得していきましたということでですね。ね、で、これね、そうなんですよね、ラインハルト・ボグナーが肩を叩いたのは LA の在籍トップミュージシャンの出入りも多かった機材レンタル会社、アンディなんとかかんとかですね、アンディバーラスタジオレンタルズで、まあ、そのクライアント一人であった人が EVH に、バンヘイレンに自身が改造したマーシャルアンプを試してもらえる機会に恵まれたということでですね、そのサウンドを気に入ったバンヘイレンが、自身のが組み込んだギターと500ドルでそのアンプを入手しましたということで、当時500ドルでアンプ。自身が組み込んだギターと500ドルでそのアンプを入手しました。ちょっとあるかわかんないですけれどもね。まあ、オリジナルはですね、アリス・イン・チェインのですね、まあ確かにあの人の CD が一番ボグナー感ありますよね。なんかこう、あんまり加工してないボグナー感が一番強いなと思いました。ダークでね。ダークでしっかり低重心だけれども、存在感すげえみたいな音がですね、このアリス・イン・チェンジで聞くことができるのでですね、皆さんもぜひちょっと聞いていただけたらと思います。私はですね、聞いてですね、まあそんなね、ハマることはなかったんですけれども、なんかいい曲がございましたら、この曲すげえかっこいいよって曲がございましたらですね、ぜひともちょっとですね、教えていただきたいと思います。ということでですね、こんな感じの外観で、こんな感じの見た目ということでですね、一応後ろにゲートついてるんですね、ゲートとエフェクトループがついておりましてですね、このタイプは、ループリターンボリュームね、ボグナーついてるんですけど、これをですね、マスターとして使ったら、また違う感じの歪みが得られて、面白いっちゃ面白いですよ。そのパワー感の歪みもいい感じに、こうね、入ってきてくれるっていうのでですね、ぜひですね、あとバッファーのクオリティがですね、ボグナーのアンプって高いんですよ。なんでですね、他のものと、ね、こう、合わせる前提で作ってるのかもしれないですね。単体でどうとかよりもですね、まあ昔のボグナーとかはですね、センドリターンのないやつとかは、もうすげえ、超ご機嫌なサウンドがなるんですけれども、今は今でですね、いっちゃいいんですよ。
でですね、フットスイッチ切り替え可能なゲイン1と、ノイズゲートと、リターンレベルマスターボリューム機能を搭載という、あ、これそうですね、やっぱりそっちをマスターボリュームとしても使うことができるということでですね、リターンをですね、今回ですね、時を経て発売となったシュノーケラー50ヘッドは EL34 管を2本搭載した 50W 出力でシンプルなコントロールノブ構成ながらもゲイン1ブルーモードで作ったオーガニックで、そうなんですよ、僕のあってオーガニックですよね、本当にあのゴールドフィンガーとか特にね、オーガニック感をすごい味わえますのでね、芝とかよりも、そうですね、芝とかエクスタシーとかよりもやっぱゴールドフィンガーが一番あオーガニックかなって思いますわ。パンチーなクリーンクランチサウンドに、ゲインレッドモードで、原料を追加することができます。ゲイン1、2ノブでブライトスイッチ、ゲイン2がアクティブ時のみ有効ということでですね、パワーアンプセクションのデプスプレゼンスコントロールノブおよび、低音域ブーストをできるディープスイッチ、設定次第ではジューシーでアグレッシブな極上ハイゲインサウンドを作ることができますということでですね、できるんですよ。これ映ってるかな、映ってなかったかな、もしかしてさっきまでちょっとね、ちょっと見ながらあれなんですよ、できないんでね。でですね、さらに背面コントロールパネルには本体スイッチでオンオフ可能なノイズゲートとリターンレベルマスターボリュームを搭載ということでですね、ノイズゲート機能はノブを時計回りに回すとスレッショルドが増加し、ハイゲインサウンド時のノイズを除去することが可能。お、いいっすね。そうなんですよ、ボグナーってあのエクスタシーとか、まあ初期の方とかもそうなんですけど、音がいいって言われてるじゃないですか。でもね、ノイズもね、あのエクスタシー系ってそうなんですよね、ノイズがですね厄介なんですよ。しかもそれがまあプリアンプで発生してるものなので、あのセンドリターンにゲートを挟むやつがあるんですよ。センドリターンにも挟めて、インプットからもゲート挟める、4ケーブルメソッドでゲートをかけれる ISP から出てるね、あのなんかあるんですけれども、そういうのを使えばいいんですけれど、それ使うとまた音がちょっとね、あの変わっちゃうのでね、やっぱりそう考えると初めからこういうアンプについてた方が、それ前提で設計されてるのでなんかちゃんといい感じになってくれるのかもしれないですね。というわけでですね、可能ということで、リターンレベルマスターボリュームには本機のエフェクトループがオン時のみ、アクティブとなり、グローバルマスターボリュームとして使用することができる便利な機能ですということでですね、そうなんですよね。まあ多かったんでしょうね、そのエクスタシーもそうなんですけれども、どちらかというとパワー感の歪みが結構重要だったりするんですよ、エクスタシー系って。まあウバーシャルはあのプリカンで結構歪むので、そのどっちでもよかったりするので、まあだからこそノイズがねあんまなかったりするんですけれども、エクスタシー系ってなるとやっぱりですね、そのパワー感のどんだけね、あの電圧というかかけれるかみたいなね、圧をかけれるかみたいなところもございますのでですね、あのセンドリターンになんかパッチケーブルとか挟んでマスターボリュームとして使っても、なんかまたそれはそれでいい感じに歪みが作れたりするんですよね、エクスタシー系は。でですね、本機のフットスイッチ端子を使用し、エフェクトループノイズゲートは、常時アクティブとなりますということらしいですね。フットスイッチを使用すると常時アクティブになるということでですね、でこんな感じで動画もございましてですね、ちょっと猫がね走り去っていきました今。ではちょっとですね見ていっか、これがですねちょっと昔の、モディファイされたシュノーケーラーのサウンドなんですけれども、ちょっと流しますね。でまあこれ聞いてめちゃめちゃいいやんって思ったんですけれども、この方がですね、まあ今の環境、まあ、環境がねまた違うのであれなんですけれども、こんな感じでですね、まあ、ちょっとダークかなって、やっぱセンドリターンかな、うん、なんでしょうね、なんかちょっとダークな感じになっちゃってるので、まあ、そこが好みかなというところでございましてですね、こちらがですね、お値段の方がですね60万5千円ということでですね、まあ、僕なりにしては比較的ね、多分ここ最近の僕なりにしては安い方かなと思うんですけれども、これねご時世が違えばですね、20万30万ぐらいで手に入ったんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、今はこんな感じということでですね、ね、でもどうなんでしょうね、マーシャル、難しいところっすね。でもいいアンプなことは間違いないっすね。でなんでしょうね、やっぱりチャンネル構成の多いアンプよりはやっぱダイレクトな、ね、音がするのでオーガニックですよね。なんでゴールドフィンガーっていう名前が嫌みたいなね、ゴールドフィンガーですよ、
いやそれが嫌とかね、あとまあ見た目がちょっと特徴的じゃないですか、ゴールドフィンガーって。それがちょっとあれかなっていう方はですね、マーシャル延長線上っぽい見た目でって考えると、こっちの方がマーシャルの延長線上っぽいのでこっちの方がいいかなとも思います。まあ、 お値段がお値段なので、まあ、一生もんの買い物ですよね。で考えた時に、まあ、結構ありだとは思うんですよね。一生使っていけると思います。かっこいい音もしますしという点でですね、結構ありかと思います。というわけでですね、本日ですね、こちらのですね、シュノーケラーの方を見ていかせていただきました。というわけでですね、本日の動画よろしければぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、 X と Instagram の方もやらせていただいておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょう。